株式会社人コーポレーションは福島県郡山市に本社を置く日本の企業。ただし実際の本社機能は東京都渋谷区にあった。還元会社全体を人グループと称していた。グループ会社の株式会社人コミュニケーションズは飲食事業を展開していた。かつては脱毛専門サロンミュゼプラチナムの運営で知られたが、口述するように 同事業の大半はすでに売却済み。なお人コミュニケーションズから称号を変更したアルトルイズム株式会社はミュゼプラチナムの広告事業を引き続き担当。さらにクレアホールディングスによる買収後には新たに美容機器メンテナンス事業も担当するなど取引関係を保持している。面格サビは株式会社人コミュニケーションズが運営していたラーメン店の一つ。 東京で修行した若者を中心に2002年福島県郡山市駅前に1号店を出店し現在福島県に3店舗運営。面カくさびでは毎年9月3日をくさびの日とし無料でラーメンを提供入店時に募金を促しすべてをチャリティーとして寄付している。寄付先や博多人情は株式会社人コミュニケーションズが運営していた。 ラーメンチェーン店の一つ。2007年岩手県盛岡市にアー博多人情1号店を出店し、現在は北海道、東北地方を中心に12店舗展開している。また2007年7月よりメロンの会が主催する全国ボランティアラーメンキャラバンに協賛。移動式トラックアー博多人情で日本全国を回り、施設の子供たちにラーメンを食べてもらう企画を 起こしている。ありがとうございます。